はい、それではチャンスします。一本イエーイ。
また本山の方の能登から、この鶴見の地に移った時の禅師が100回忌ということで、それに合わせまして、今日は、去年から観音様といろいろお話をしまして、今日この行事が迎えられたわけでございます。まあ、こういう行事はね、なかなかできない行事でございますけど、本山の柔らかい心のうちに、このような行事ができたわけでございます。今日は本当にありがたく思っておるわけです。約今日、500数十人のもので、東山の方へ、お参りさせていただきました。今日は本当にありがとうございました。またこれから楽しんでいってください。